おはようございます。おはようございます。今日は、美咲さんのお店に、あるねちょっとした工作をしに行きますが、うん、はい、今ちょっとその道中で、うん、はい、まあ、僕はね基本今日は雑務というか あまり、まあ、お役に立ちたいんですけど立てないかな的な、まあ、お二人のお手伝いをねしていきたいなと。お願いします。はい、はい、今ちょっと高速の途中で静ヶ岳サービスエリアに来ておりますんでちょっと朝ごはん食べて今から向かいたいと思います。はい、はい、頑張ります。はい、え、もう撮んのこれ。もう撮ってます。あ、そうなの、うん、こんにちは。こんにちは。買った。はい、じゃあやってまいりました。はい、はい、じゃあ今日はよろしくお願いします、美咲さん。はい、お願いします。はい、こんな感じでね、木材がたくさん並んでおりますが、今日からね、ちょっと2日間かけて、はい、この辺一帯が全部バーカウンターに変わりますんで、美咲さんの方のチャンネルでも、うん、動画上がるのでよかったらそっちの方が詳しく多分載ってるとは思うんですけど、うん、こっちの動画ではどちらかというと作業中のちょっと動画がメインになるかなと思うので、うんうんうん、ぜひね美咲さんの方の動画も見ていただければなと思います。はい、お願いします。ちょっとサプライズも用意しております。そうですね、はいはい、びっくりしました。はい、ありがとうございます。ちょっと見えてますけど、ね、マジで、そう、マジで ちょこっと見えてます。見えてます。気になる方は美咲さんの動画も見てください。はい、今工事の途中ですけれども、今こんな感じです。何割くらい工程は進んだでしょうか。5割ぐらいですね。あ、5割来た。はい、あ、もう来たのかな。5割ぐらい来てます。いや、3割ぐらいかもしれない。全然やってない。ちょっとよく分かってないですね。はい、美咲オーナーの今までほとんど2人にやってもらって急になんか回ってきたら俺めっちゃやったみたいに見えるやろ。いや楽しみやね。いやなんかね、うん、ちょっとワクワクしてきましたね。今これでちょっと裏返した状態で天板と足をくっつけてる状態なんですよ。よっしゃ、よし、はい、じゃ残りちょっと今日はね1日目なんですけど頑張りましょう。はい、はい、はい、ということでバーカウンター、はい、完成しました。エムデラザラハン、ごめん、もちろんおかしい。エムデラザラハン、ザラハン、ザラハン、何言っちゃえば、おめでとうございますっていうことはい、ということでバーカウンター完成しました。おめでとうございます。おめでとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。一応ね、全体像こんな感じになっております。全長5m10cm。 そうです、こんな感じですね。めちゃくちゃ長いですよ、ほんとこれ超長い。で、この下がね、なんと LED ライト、ライトアップ、はい、
いやー大変だったね、うん、一番大変だったのはカメラ。そらそうだよ。構想から設計、組み立てまでか、ほぼ全て。いやいや、あの昨日今日は3人みんな大変でした。いや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 、この辺にね、またレジが、この辺りですね、レジが来る予定ではあるんですけどね。まあ、パピーズハウス三崎を知らない人が、もしここを映してみたら何の店って言うだろうね。まあね、いや、知ってる人でも多分何するのって言われると間違いない。何するんですか。何するんでしょうね。何するんでしょうね。昨日の夜ちょっとね、ライブで見てくださった方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まだあの時は裸の状態やったんですね、うん、そう骨組みだけって感じだったんで、うん、正直あのライブ中、明日完成するのかなっていう気持ちでいましたけど、ドキドキはしてたよね、うん、いや無事完成して本当に良かった、うん、ありがとうございます。あ、いえいえ、はい、雑用でね、こうやって言うてたけれども、うん、めちゃくちゃ助かりました。いや本当ですよ、うん、雑用が助かったやろ。いやメインで、全然メインでか、何も覚えてない、うん、いやそれ3人しかいないのに1人サボってたら怒られるよ。楽しかったですね。いや本当に、疲れたけど楽しかった、うん、またこれがね、これから経年変化してどう変わるのか。そうですね、それも楽しみです、ね、そう毎年恒例の流しそうめん大会言うてたね。平らなところでバーカウンターに落ちるとこここらへんじゃん。最後のちょっとだけバーカウンターに滑るっていう。後でね、ちょっとカウンターの裏とかに落書きっていうかね、もうそうやな、全部書きつけて僕らの名前だけ書いて、うん、今日の日付と、ああなるほど、いいね、ああ面白いね、高校生みたいな感じ。実はね、さっきちょっと美咲さんの方のチャンネルの動画で対談の動画を撮っておりますので、はい、ぜひそちらの方もチェックしてみてください、はい、ということで今日はバーカウンターの工作に滋賀県のパピーズハウス美咲さんのお店までやってまいりましたという動画でした。2日間ありがとうございます。はい、こちらこそ楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあバイバイ。バイバイ。知ってるかな。I'm gonna go.